さて本日もこちらをやっていきましょう。ドラゴンクエスト7と、前回ガボを仲間にして、さっきのじゃねえ、動物と人間が入れ替わる村を解放しました。じゃあ今日はまた世界に島が蘇ったんだな。改めて思うと俺たちってかなりすごいことをしてるんだよな。ダイヤラックはそのまま移民の町として復活しちゃいましたからね。しかし本当、前にも言ったけれども、ダイヤラックの移民の町はモンスターじゃなくて人間の方のまんまりいてほしかったな。自由度があんまないもんな。この島で復活させたのは4つ目だな。世界には本当どれだけの島があったんだろうな。で、一番最初にここに来たらいきなり動物でみんな驚くこれは信じられん、また動物だらけなのか。一体この街はどうなってるんだ。なんだか変だぜ、一人も人がいないじゃないか。勘弁してくれよ、前より状況が悪くなってるぜ。なんか前より状況が悪くなってるぜってさっきもやったよ。祭りで終えちゃえるね。ミミちゃん、目でちょっと早かったかな。いやこれはお客様とは。このオルフィーの街にいらっしゃいました。のうそうじゃ、旅のお方なら街の様子にさぞかしを驚かれたので、ひょっとしたら動物だけが住む不思議な街に来てしまったと思われたのではないですかな。あれは街の者がみんな動物のぬいぐるみを着ておりますのじゃ。今この街は動物たちへの感謝祭の真っ最中。その昔この街の危機が動物たちの働きによって解決したことがありましてな。その動物たちを称えぬいぐるみを着て、こっちその気持ちを知り感謝するのがこの祭り。そうじゃ、せっかく来なすったのじゃから参加していかれるかい。ちょっとミミちゃん。まあある意味動物たちのおかげでここを助けたようなもんだけどな。その多数は来なせるかい。動物への感謝祭ね、面白そうじゃないか。あげだま、せっかくだから参加してみようぜ。全員みたいになっちゃった。その格好なら街のみんなも親しく話してくれるやろ。早く行かんと祭りのイベントが終わってしまうかもしれない。私たちもすぐ行きますよ。早く楽しんできなされ。背中のファスナーが閉まっていない。よく見ると今にもはち切れそうだ。ファスナーがおいしそうに水を飲んでいる。うまくいかないもんだな。二人まではずなんだが最後まで外しちゃったよ。これも花の差ってやつかな。
さあ、さあいらっしゃい。ロナタさんも楽しく遊んでいってちょうだいよ。うっと、こいつは驚きもなき旅の方だってお兄ちゃん。そんならこの辺だと歩みの綺麗にぴったしだ。一発チャレンジしていきなよ。何しろ参加するのはただに当たれば素敵な商品までもらえちゃうって優れものだ。ほんとやらなきゃ損だよ。さあ、どうだ、チャレンジするだろうな。よーし、決まりだ。じゃあ、始めるぞ。いいかよ、兄ちゃん。動物の格好をした6人のチャンプンの3人が男の人なんだ。んだけど、男なんかあてらって色気も何もありゃしないやねえな、お兄ちゃん。というわけで、この中から3人の綺麗な女性を当ててちょうだい。ね、お兄ちゃん。ルールはそれだけ、簡単すぎて嫌になっちゃって、なっちゃって。じゃあ始めちゃおう。女性だと思う人のところに行って話しかけてちょうだい。レッツスタート。しょっぱなからむさ苦しいやつを選びます。さあ、残念。見事に外しちゃったね。ベリーバットの猫だ。どうだい、ここで外れたのも何かねってもんだ。もう一回どうだい、そうくらいしてないやんか。さあ、始めちゃおう。女性などもう一人のところに行って話しかけてちょうだいね。レッツスタート。ちなみにこれ並びは全部同じです。はい、お姉さんです。やってやったね、すごい感だね。これ超能力ってやつだね。その調子でどんどん当てちゃってちょうだいよ。レッツラゴーゴー。おっさんでした。さあ、残念、見事に外しちゃった。ってさっきと同じやい。YMCA ですか。綺麗な。おっと、やるもんだね大将。2人分かればあと1人って当たり前か。さあさあ、バシバシ行くよ。次外れたら悔しいよ。ソーリー。そらそっか。最初に選んだのがこれで、次どれ選んだっけな。この犬はパーパーパー、やっちゃった、当てちゃったよ。こりゃすごいね。どうも3人正解、お見事でした。それではここで長老様より素敵な賞品を渡していただいちゃいましょう。さっきのスケベジジイだ。今回の優勝者が決まりましたな。はい、チョロ様、この番組のお兄さんたちが見事優勝でございます。ん、それでは今回の優勝者に私から豪華商品をプレゼント。早く私のところへ。おめでとう。町の人間には優勝したの今回が初めてだ。旅の良い思い出ができましたな。ただこれをモンスターズ館を受け取った。
それはこのオルフィーでの記念すべき品、どうか大切に使われよ。いやお兄さん、どこか町の周りでも見てきたのかな。けど西の山には近づかない方がいいぞ。あそこには今も化け物が封じ込まれてるって噂だからね。勇者様のお仲間の中には動物の言葉が分かる人がいたんだって。もうこの動物さんの言葉が分かったらいいのにね。こりの人の話ですな。じゃあちょっとここでガボの装備を。どうか何を買うかね。キーファが川の腰巻きを装備するってのもなんか不思議な感じだな。まあとにかくまだガボはレベル1だから、あそこで光っているのは裏から入ればゲットできます。すなわちこちらから。あら、手探りでドアを開けるのもなかなか落ちるもんですな。誰か突っ込んであげようよ、そういう時には。ちょっと池でスペースを広げて、この道に沿っていきましょう。どこは湖の向こうの屋敷に住んでおられる猿お方の船着き場だ。この人、この持ち主の人が出るのはもっと先です。かなり先です。あの方が羨ましい。本当に羨ましい。俺も行く先々で金ばらまくような素敵な旅をしてみたいぜ。でもまだ解放されてないから出てないんだよな。到着した時は焦ったけど平和な世で何よりだったな。でもそうなるとあの魔物の封印って今も効いてるんだよな。
で、その封印をちゃんと見に行って行かないと、ここから先相変わらず進めません。なぜかといえば、その封印を解くことで、石板がもらえるからです。時々敵も出てます、うん、ここでガボに経験値を稼がせておかないと、まあどん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 きつくなっていきますからね。になると逃げ出してしまうっていうのは昔も今も変わんないんですな。さっき買ったやつだよ。で、毒青虫が出たらとにかく毒系は先に始末しておく。結構3人で戦うのと4人で戦うのとでは全然違うからな。一旦ごとに与えられるダメージの総量も全然変わってくるし、驚きとのが通ってるだったり、まだ気づいていないっていう風なのやると一旦完全にタコ殴りにできますからね。
ちょっと回復させて。ここのダンジョンの後でボスと戦うっていうのがないって分かっているからこそ回復に。せっかく回復したのに逃げるなんて。洞窟の中は油断できないようだぞ。この中だけは相変わらず魔物がうろうろしてるようだな。そりゃそれがないと経験値稼がせてくれないんだもん、という裏話を言うやつ。ドラクエシリーズの約束ですな。1にはないけど、2にもなかったっけ。メンバーに比べてレベルが低いから食らうダメージもちっとでかいわな。どうせならマドハンドを倒してから攻撃してほしかったけど、だったら花からヒントを選べよ、ドアホ。花からヒントを選ばずに攻撃しておいて何を言うっていうふうに。そういうツッコミが来るほど見られてもいないんですけどね。
今度の石板の駅のあそこではありません、うん、マリベルが好きなのか、うん、好きな人をいじめてしまうってやるか、いつの時代の話だ。こちらに気づいていないってのって出てくるんだよな。攻撃ミスった時のあれが面白い。ここに入る前に周りの壁を使ってこちら側の宝箱をゲットしましょうと。昔の危ない水着のような感じだね。危ない水着で防御力アップ。でもアイコンの姿は変わらないんですよね。パソコン版だと危ない水着を装備した何だっけ、あ、そうだ、プルインプルシティじゃねえ、ドラクエ2のムーンブルグの王女が危ない水着を着た状態の姿を一番家で出してくれるっていうのがあるそうです。
んと棺の中から声が聞こえる。何者だ、これ私を眠りから覚まそうというのか。本当にこの私を眠りから覚まそうというのか。本気なのだな。棺の蓋が開きかかっている。開けてみますか。開けないとねもらえないのよ。石板が。揚げ玉たちは棺の蓋をそーっと開けてみた。わしを越そうとはいい度胸だ。だが命を大事にした方が。いやいや、あなたたちあの時の私ですよ。私覚えてませんか。ほらやだな、昔ここで皆さんと戦ったここの魔物ですよ。あの時は私偉そうに背中に羽なんか生やしてうへへへとか言ってましたね。まあわからなくとも無理はないですね。あの時魔力を使い果たして長いことこの中で寝てたらこんな姿になっちゃったんですよ。バチが当たったんですかね。もうすっかり普通の人間になっちゃいました。誰かにいじめられると怖いからこうやって隠れてくる人を脅かしていたんです。いや、そこの坊ちゃま、伝説の白い狼だね。ちょ、なあ、やっぱりそうだ。あの時は私のせいでこんな醜い姿にしちゃって、本当にご迷惑をかけました。あ、そうだ、今からでも遅くない。もう一度元の姿に戻して差し上げましょう。泣くかおう。いやいや、遠慮なんか言いませんよ。私が悪かったんですからね。それじゃあ行きますよ。戻れ、戻れ、元の姿に。で、あれ変だね、元の姿に戻りませんね。こら、おいらこのままの学校でいいんだってば。余計なことするとまた閉じ込めるぞ。おいらどうしたんだ、急に喋れるようになっちまったぞ。ひょっとすると今の魔法のせいじゃないのか。なんてことだ、長い時間経つうちに私の魔法まで錆びついてしまったのか。元の姿に戻すところか、ますますガボさんを人間に近づけちゃいました。私でも何の役にも立ちませんね。ほらこれがいいぞ、すごく嬉しいぞ。これであげなもたちちゃんと話ができるようになったんだもんな。はい、喋れる喋れる、ひゃっはい。みんなから喜んでもらいましたよ。よかった。じゃあこれもあげちゃいます、特別プレゼントです。はい。こういう風に改心した姿っていうのを見るのが、まあ説得した人に、悪人を説得した人にとっての喜びなのかな。よく覚えてないんですけど、多分それって皆さんが必要なものだったんでしょう。私が魔物だった時にこの棺の中に隠したようなんです。どうぞお持ちください。その石のかけらが何かの役に立つといいですね。はい、生喋れるからどんどん話しかけて何でも聞いてくれよ、アゲナマ。驚いたな、こうも変わってるとはな。初めっからこれなら人に迷惑などかけなかったんだろうに。今度は私ですけど、よかったら気が向いた時にでも会いに来てやってくださいね。じゃあさっさとリレミトでここを抜け出しましょう。ここでルーラで、もうここも終わりましたんで、フィッシュベルに行ってお約束のセーブをやってここまでにしておきましょう。しかし今もまだそんなに解放してませんけれども、まあこれがもう最後になるとめちゃくちゃ町、島が増えています。
とりあえずここまでにしておきたいと思います。それでは失礼します。